皆さん、こんにちは。アイドル日本のご覧の皆様、歌唱ロシエルです。はい、今回はですね、なんと4枚目の DVD を出させていただくことになりまして、熱海に近しいところでの撮影に来ております。熱海といえば、私の初めての1枚目の、DVD の撮影も熱海だったので、すごく懐かしい気分とともに、もうあの頃より成長し、今まで得た経験値を今回存分にフルパワーで、放出したので、皆さんぜひぜひ違いを見て楽しんでもらえたらなと思います。ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。歌唱ロシエでした。撮影中一番面白かったことはですね、もう本当にスタッフさんがもうずっと知ってるスタッフさんで、1枚目2枚目と撮っていただいたスタッフ陣さんもいたので、もう終始ずっとなんか笑ってました。そしてちょっと画像を加工したりとか、こうコラージュ作品を作るのがすごい大好きなので、こう撮影中のオフショットにスタッフさんを紛らせたりっていうコラージュをやりまくってて、もう本当に撮影始めて終わりまでずっと楽しかったです。ずっと笑ってました。一番驚いたこと、そうですね、ちょっと海岸付近で撮影をした時がありまして、で結構海に近いところで石の上に撮って撮影する予定だったんですけど、その場所に行ったらとんでもなく大きい波が襲いかかりまして、ギリギリ間一発で避けたんですけど、もうすごい命の危険を感じましたでもその一回きりの波だったので、まあ別の安全な場所に移動して撮影したんですけど、あ、すごい海って舐めちゃいけないなってそこでちょっと驚きました4作品目の見どころはですね、もう今回で、まあ、4作品目ということで、まあ、1枚目はあのロシニャン通常の、まあ、DVD から始まって、で、まあ、転生してエルフになって、でそこから勇者になって旅になって、でいろんな経験値を積み込んで、で今回4作品目は本当に原点に戻って、こうずっとコスプレ続きだったので、今回は超本格的なグラビア DVD に挑戦しました。本当に、まあ、可愛い一面もあり、セクシーな一面もあり、で衣装も一段とまたグレードアップして、今まで着たことのないような水着だったりランジェリーだったり、もうとても楽しめる作品になったのではないかなと思います。もうグラビアのロシエルを楽しんでもらえたら嬉しいです。そうですね、一日もしかしたら寝てる時間以外はもうずっとやってるかもしれないですね。というのも、とオフィシャルでそのコスプレをやらせていただいているからには、やっぱりその作品を知ってないとプラス強くならないといけないっていうのがモットーがあるので、もう今スマホゲームもう5個ぐらい同時進行でやっているので、もう隙間時間があったらすぐ携帯いじって、で家では iPad があるので、もうずっとゲーム画面24時間表示させてあります。だから本当にもう寝る時間以外ずっとゲームやってます。今後やってみたいゲーム、なんだろう、今後やってみたいゲーム、結構そうですね、画面を使ったゲームが多いので、なんか ボードゲームをやりたいですね。友達が少ないのでもうたくさん
友達を増やして一緒に楽しくワイワイできる、そんな友達探しから始まるんですけど、まあ、ボードゲームたくさんやってみたいですね。挑戦してみたいお仕事、そうですね、挑戦してみたいお仕事、私が結構何にでも興味を持つ人間で、まあ、小学校、中学校、高校って行ってなかったので、なんか青春を味わってこなかったからこそ今何をしても楽しい、で青春が今来てるっていう感じなので、もう本当になんかもういろんなことをしたいんですけど、なんだろうな、なんかドッキリとかかけられてみたいです。そう、なんか粉かぶったりとか、なんかあんまり普段心臓が飛び出るぐらいそのびっくりはしないので、でなおかつ自分の表現力も高まりつつあるので、はい、何枚もグラビア自分に出させていただいてるので、まあ、そのリアクション芸とかちょっと興味あります。はい、いつも応援してくださっている皆さん、ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでずっとずっと活動できています。これからも皆さんに嬉しいお知らせとか、みんなと楽しいことを共有できるようなことをもっともっと発表できるように、お知らせできるように活動を頑張っていきますので、まずはこの4枚目の DVD をぜひゲットしてみてください。感想待ってます。感想ロシエでした。